冷凍睡眠を解除します。緊急事態発生。船内に多数の未知の生命体が出現。反応がありません。生命体に捕らえられた模様。救助を要請します。耐久度が低下。腐食性の免疫にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。頭部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。頭部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。接合部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。物質を血中に検出。未知の生物が分泌しています。生命体の中心部からクルーの ID 信号が発信されています。救助されたクルーは地球機関まで冷凍睡眠されます。船内の医療設備では完全に治癒できません。地球の遺伝子医療施設での治療が必要です。長時間の連続絶頂で性快楽依存状態です。意識が戻れば中毒者のように生命体を求めるでしょう。
ベロニカ・ウェンザーの生殖器と視床下部が変異、症状が進行すれば快楽依存で生命体に支配されます。宇宙服の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。接合部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。頭部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。送電網がオフライン。作動にはリアクターを起動する必要があります。接合部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。警告、強化宇宙服内に未知の生物が侵入しました。快楽中枢に作用する物質を血中に検知、未知の生物が分泌しています。リアクター起動。放射線周知レベル。型の生命体の中心部からクルーの ID 信号が発信されています。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。接合部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。
警告、当然宇宙服内に未知の生物が侵入しました。快楽中心、送電網がオフライン、作動にはリアクターを起動する必要があります。リアクター起動、放射線基準値レベル。警告、超過宇宙服内に未知の生物が侵入しました。帰る。中和剤の注入、税関度がある程度抑制されました。救急処置モード、中心部からクルーの ID 信号が発信されています。救助されたクルーは地球機関まで冷凍睡眠されます。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。強化修復の耐久度が、
上下損傷、当然中腹の耐久度が極端に低下しています。接合部損傷、当然中腹の耐久警告、当然中腹内に未知の生物が侵入しました。体力中枢に関与する物質を普通に検知、未知の生物が分泌しています。放射線基準値レベル。大型の生命体の中心部からクルーの ID 信号が発信されています。回答できません。特別指令937、科学責任者専用。生体標本の持ち帰りを最優先、乗員の犠牲の許容範囲、コグマは放射命令。科学者シドニー・メンザーが惑星 LV426 で新たな生命体を発見しました。科学責任者シドニー・メンザー、最新のログにアクセスします。腐食性のネイジにさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。警告、超過宇宙室内に未知の生物が侵入しました。快楽中枢に作用する物質を血中に検知、未知の生物が分泌しています。血中の物質濃度さらに上昇中。
間もなく極度の快感で意識を失います。生命体の中心部からクルーの ID 信号が発信されています。救助されたクルーは地球機関まで冷凍睡眠されます。科学士にアマンダ・ダインの ID 信号を検知。送電網がオフライン、作動にはリアクターを起動する必要があります。腐食性の粘液にさらされています。強化の中腹の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。強化の中腹の耐久度が低下。石膏が損傷、強化の中腹の耐久度が極端に低下しています。リアクター起動、放射線基準値レベル。国家、強化宇宙服内の位置の攻撃が確認しました。体力中枢に作用する物質を血中に検知、未知の生物が分泌しています。
に回れ続けます。血中の物質濃度さらに上昇中、間もなく極度の回復、中和剤を注入、生感度がある程度抑制されました。感度が限界を超えました。絶頂に見舞われ続けます。血中の物質濃度さらに中和剤を注入、生感度がある程度抑制されました。大型の生命体の中心部からクルーの ID 信号が発信されています。注入、生感度がある程度抑制されました。救助されたクルーは地球機関まで冷凍睡眠されます。腐食性の免疫にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。強化宇宙服内に未知の生物が侵入しました。快楽中枢に作用する物質を血中に検知、未知の生物が分泌しています。リアクター起動、放射線基準値レベル。限界を超えました。絶頂に見舞われ続けます。血中の物質濃度さらに上昇し、大型の生命体の中心部からクルーの ID 信号が発信されています。大型の生命体の中心部からクルーの ID 信号が発信されています。中和剤を注入、生感度がある程度抑制されました。
腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。腐食性の粘液にさらされています。強化宇宙服の耐久度が低下。接合部損傷。強化宇宙服の耐久度が極端に低下しています。強化宇宙服内に警告。強化宇宙服内に未知の生物が侵入しました。快楽中枢に作用する物質を血中に検知。未知の生物が分泌しています。間もなく極度の快感で意識を失います。中和剤を注入。性感度がある程度抑制されました。全ての冷凍睡眠ポッドをシャトルに移動中。間もなく本船は自爆します。直ちに脱出してください。コグマは本社からの通信が届いています。了解。すべての母体を合流地点に輸送します。